市民の総意として本事業計画を是認することはできないという本市としての明確な意思を示すこととしたものであります。この風力発電所は大手総合商社の双日が来年夏の着工を目指しているもので、小樽市と余市町にまたがる毛無山などの国有林に高さおよそ180メートルの風車26基を建設する計画です。この計画に対し小樽市の狭間市長は、土砂災害の懸念や生態系や景観、遊歩道への影響が大きいとして建設に反対する意見書を鈴木知事に提出しました。今後は鈴木知事が8月中旬までに経産省に出す知事意見に今回の地元の反対がどのように反映されるかが焦点となります。